谷翔平がまたとんでもない爆速を披露してネット騒然。いやそれはありえないって。ここ最近は状態の良さをキープしているエンゼルスの大谷翔平は12日、本拠地アナハイムでのマリナーズ戦に2番 DH で先発出場した。3安打したのもすごいが、ネットが騒然となったのは、大谷の俊足だった。大谷は4回、ワンアウト満塁の場面。バッターの盟友マイク・トラウトがライトへの犠牲フライを放つ。三塁走者は当然ホームを踏んで得点。二塁走者もライトからは遠いので三塁に進塁。一塁の大谷翔平はなんと、二塁に進塁してしまったのだ。この常識を覆す大谷翔平の俊足と勝利への執念にネットが騒然となった。今ので二塁いけるの？大谷さん、やりすぎだよ。足早すぎだろ。当たり前のように進塁してる。貪欲なのがいいね。翔平の姿勢は見てて気持ちがいいよ。こういうところが大谷が超一流と言われるゆえんだよな。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたからのコメント待ってます。